傭兵、崖の下がないってどういうこと？見ればわかる。絶壁で、その下が雲海みたいになってる。雲の海？うん。高い山の上から見下ろしたみたいに、雲が下に広がってる。傭兵、ランタン貸せ。マジだ。でも、海っていうよりは、濁流の川みたいな、やべえ流れ方してるな。もう、崖から離れない。ここも崩れたら落ちちゃうよ。七尾地区は異変がなさそうだし、うちに戻ろうか。明日の朝、村の外に助けを呼びに行こう。あの道の先に出れば、隣町に入るから。向こう側は見通し悪いね。晴れてるのに、霧がかかってほとんど見えない。あ、止まって！嘘！ここも地面消えてる！どうしよう、村の外にも出られないの？昨日、天馬村駅から見て、村の周りがぐるっと霧に囲まれてたよね。もしかしたら。全部消えてる。正幸に知らせないと。なんで別行動にしちゃったんだろう。みんな、それ以上行くな。正幸、ねえ、地面が消えてるの。はあ、よかった、落ちてなくて。はあ、いや、昨日消えたっぽいとこ見に行ったら、一ノ瀬地区が境界に沿ってまるっとねえんだよ。ドーナッツ状態。なるほど。ドーナツ？あ、ほら、天馬村はまん丸で、一ノ瀬はその真ん中だから、消えたらドーナツだよ。あ、そっか。他のところも消えてたらやべえな。村の全貌を見た方がいいかも。地区の境界に沿って消えてるっていうのが気になる。地区はいくつあるの？7つあって、一ノ瀬、二宮、三橋って感じで数字の名前がついてる。一ノ瀬の周りに6地区がぐるっと並んでる形だよ。空いてる家から食べ物とか使えそうなもんパクってきた方がいいかもな。まだ誰かいるかもしれないしね。リコの家もダメか。5番目の五木地区まで来ても誰もいないなんて。爆発で壊れたような場所も見当たんねえし、どうなってんだ。こんな非科学的なことを言いたくないけど、やっぱりあの爆発音のせいで村がおかしくなったと考えるしかないのかも。ほら、リコ、泣くな。泣いてないし、撫でないで、ポニテ崩れる。リコちゃん、家の様子は変わっていない？うん、私の部屋は昨日家を出た時のまんま。今とかはちょっと違うけど。どの家も夕食の準備中だったよね。僕たちがあの爆発音を聞いたのは夕方だったから、その時点で止まっちゃってるのかも。そういえば、ナギの家はどこなの？親戚の家に引っ越してきたんだよね。実は、どこなのかわからないの。学校にも車で送ってもらったから、道とか場所とか、よくわからなくて。親戚の名前は？佐藤さん。遠い親戚で初対面。佐藤？いたっけ？わかんない。お嫁さんの旧姓とかかな。傭兵知ってる？ごめん、僕もわからない。でも凪は天馬村駅を知らなかったから、少なくとも一ノ瀬ではないよね。うん、多分。ならまだ残ってる可能性が高いし、地道に探そう。って言ってもそろそろ日が暮れそうだね。はあ、夕焼けは綺麗なのにな。景色も何にも変わってないのに、ほんとなんで誰もいないんだろうね。うん、やっと神社見えてきた。みんな大丈夫か？こけんなよ。霧
急に木の根っことかあるから足元をポケットライトで照らしてね。重い。張り切ってリュックにお米詰め込みすぎた。危なっかしいな。その大根の袋貸せ。別に平気だよ。でも畑から野菜泥棒してくれば無限に食料あるって分かってよかった。カセットコンロがあれば料理もできるし食べ物には困らないと思う。へえ、なに、料理得意なのか？得意って言えるのかは分からないけど作るのは好き。あれ、ちょっとみんな見て、神社おかしくない？何が？建物も鳥居もなんか古くなってるような。ちと見てくるわ。うわ、マジでボロくなってる。鳥居は苔が生えてるし、本殿も木がボロボロ。おお、勘弁してほしい。なんで神社だけ古くなってんの？建物の中はよく見えねえな。ちょっと、その窓開かないんだから壊れる。壊すわけじゃねえよ。あんた雑なのよ。やっぱりこんなの現実じゃないと思うな。私もそう思う。急に異変が起きたんだから、そのきっかけが何なのか分かれば全部元に戻る気がする。その方法を探すべきじゃないかな。そうだ、絶対あるよ。あ、わかった。昨日のこと再現してみればいいんじゃね。再現？ほら、よく漫画とかであるだろ、呪われた時と同じことやったり逆再生したりすれば元に戻るみたいなの。いけるかも。まず4人で向こうから歩いてきて、先に傭兵と凪が鳥居の下をくぐって、ダメか。じゃあ逆再生で。何も起きない。本殿や鳥居の古さも戻らないね。ダメか。傭兵、なんか他に思いつかない？少し考えたいことがあるんだけど時間が欲しい。とりあえずもう暗いし家に帰ろう。さすがに眠たい。2日連続で日付が変わるまで起きてるよ。なあ傭兵、そろそろ教えろよ、さっきの考えたいことってやつ。うん、だいぶまとまってきたから話すね。村に異常が起きた時の爆発音、あれ天馬山大噴火と関係があるんじゃないかなって。江戸時代に起きた噴火？そう、その時に七尾神社に祀っていた神様が行方不明になったらしいんだ。人や地面が消えてる現象に何かつながりがあるかもしれない。神社だけ古くなってるのは怪しいよな。うん、噴火と七尾神社のことが分かれば村を元に戻せる気がする。鈴の音だ。やだやだ、また地面消えちゃうんじゃないの？レイジ、逃げるぞ。おい凪、みんな裏口から出て。どうする、どっちに逃げる？動かない方がいい、音が小さくなってる。大丈夫みたいだな。怖かった。なんでだろう。あ、いや消えなくてよかったんだけど、何も起きないのも不気味だね。あの、気づいたことがある。何？昨日も今日も鈴が鳴り出したのは0時ちょうどだった。でも昨日は鈴の音に混じって砂嵐みたいな音がしていたのに、さっきはなかった。そういや地面が消える瞬間も
昨日はさーって音がしてたよな。じゃあ今日は何も消えないのかな。もうわけわかん。どうした？あっち。二宮がない。ドーナツが欠けてゆく。無邪気な天使が真っ黒な口を開けて村を食べる。そんな悪夢が頭をよぎった。スタジオコエミ。